株式会社栗原送電工業のご紹介です。ご説明いただくのは代表取締役佐藤和之さんと工事課佐藤博樹さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。当社はライフラインの一つである電気に携わる仕事をしております。皆様方が日々使われている電気は発電所で起こした電気を送電線で変電所まで送って、変電所から配電線で皆様の家庭に届けるというシステムになっております。我々の仕事はその中の送電線に関わる全ての業務に携わっております。電気工事会社と聞けば皆様方は電気家でなければと思いかもしれませんけれども、そんなことは一切ございません。必要な資格は入社後に会社が全面保証で取得していただきますし、一人一人丁寧な指導で、教育してまいります。仕事は外での作業となるので天候によっては辛い時もありますけども、当社の社員はみんな電気を止めてはならないという使命感と、必要とされているなというやりがいを持って日々努力しております。そしてこの仕事はライフラインを担う、この仕事は景気に左右されることがないので一生続けられる仕事でもあります。今我が社には皆様方の若いパワーと情熱が必要です。我々と一緒にやりがいのある仕事をしてくださる方、入社をお待ちしております。栗原送電工業佐藤博樹です。私は栗原市内の高校を卒業し、この仕事を10年しています。高校は電気科ではありませんでしたが、人の役に立つ仕事をしたいと思い入社しました。入社後は技術や知識を習得することができますし、一人ではできない仕事を仲間と協力して乗り越え、鉄塔から電気が流れると達成感や仲間との絆が深まり、とても誇れる仕事だと思っています。社会に出る際、私もそうだったように不安があると思いますが、入社時は私たちがサポートしますので安心してください。一緒に協力してくれる方の入社をお待ちしております。ありがとうございます。鉄塔は生活に欠かせないものだと思うんですけど、主に仕事内容はこちらのような鉄塔を作っているような仕事なんでしょうか？そうですね、鉄塔の新設、はい、あと電線の張り替えとか、あとは悪いところがないかっていうところの点検とかですね、そういうことをやっておりますね。そちらに資格はなくても良い点あったんですか？そうですね、先ほども言いましたように、はい、資格は入社してから全て必要な資格は会社の方で取得していただきますので、その点は心配ないですし、またあと教育期間っていうものがありますので、1年間を通して、まあ格付きっていうんですかね、3ヶ月ごとぐらいに、教育するところの研修というのもあります。なるほど、やりがいがある仕事ですね。そうですね、これがなければ電気取りませんので、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上、栗原送電工業でした。